んにちは、田崎塚です。今日は兵庫県淡路島にある淡路花さじきというフラワーパークに来てます。着きました。こちらが淡路花さじきフラワーパークですね。花がいっぱい咲いてます。でも雨と風が結構吹いてるな。なんか向こうにね、動かないけど牛がいる。駐車場結構広いね。で、9時から5時までですね。下も駐車場だね。ごめん、農産物直売所とかあるけど、フラワーパークの農産物ってなんだろうね。天ぷら、新鮮な地元で採れたて天ぷら。花の天ぷらかな。フラワー天ぷらとかあるのかな。ちょっと見てみますか。かぼす、さつまいも、淡路島っぽいのがたくさんあるのか。なんかでもフラワーパークっぽいのってあんまりないのかな。どうなんだろう。玉ねぎ、なんだこれ、あけび、フルーツ盛り合わせ、フラワーパーク。あ、こっちがフラワーパークのあれか、お店か。あ、花の種たくさん売ってるね。さすがフラワーパーク。そしてこっちはショップ。入ってみましょう。淡路島っぽいのがたくさんあるね。お、花見をするからお酒売ってるんだ。なんか公園のマップみたいなのってありますか。花さじきの方はこちらになりますね。花さじきじゃないのってなんかあるんですか。あの、あ、はい、いろんなところの、あ、そうなんですね。どうぞ。あ、どうもありがとうございます。こっちはマップですか。あ、じゃあお花の紹介ですね。マップはこの開いた地図はこちら。あ、地図はこっちですか。すいません、ありがとうございます。広いな。無料のお花畑公園。めちゃくちゃ広いな。ちょっと行ってみますか。あ、花ポイントがあります。花ポイントが。これが花ポイントですね。なんか高台の上に乗れば花がいっぱい見えるのかな。おお、馬が歩いてる。馬ーん、花ーん、フラワーパークですね。花が咲いてます。花が咲いてます。そして馬が歩いてます。近くに乗馬クラブがある。馬乗ってる人いっぱいいるな。馬ーん。雨すげー降ってる。やべー、綺麗だね。天気は大雨です。もう一面花畑ですよ。素晴らしいですね、これね。花がブワーッと咲いてますよ。ブワーッと紫色の花もブワーッと咲いてますね。ブワーッと咲いてる。ブワーッと歩いても歩いても花畑、ずーっと花畑。すごいね。ん？なんだあれ、朝が来た連続テレビ小説のロケ地だったらしいですよ。あ、そうなんですね。馬の訓練してます。馬ー、こんな雨降ってんのにカッパ着て馬乗ってる。馬いっぱい。馬ーん。